Oh, you're not gonna sleep on it? Yeah. Can't keep the sarcastic energy. It didn't go into my head. We don't have time. My gosh.皆さんおはようございます。ハンガリー学部生の大輝です。今日は3月22日の金曜日です。学期も中盤戦に差し掛かってきてます。テストもちらほらと始まってくる時期になります。早速しあさっての月曜日にセルバイオロジー細胞生物学の試験があります。なので今日はテスト前のハンガリー学部生の1日の様子を記録していきたいと思います。今日は3クラスあるのでクラスもしっかりと出ながら試験の対策を中心に頑張っていきたいと思ってます。早速8時からアナトミーの授業があるので頑張っていきたいと思います。アナトミー頑張ろうぜ頑張ろうぜクラスメートのタクマくん、タクマくんなんて言わないんだけどタクマです。Especially when I was greeting for yesterday. Bro, I cannot open my eyes. Just stop. Hey, yo. This is Zui, my friends. We are both suffering. We are both suffering from everything. Yes, basically. Everything here. Yeah. On Monday, we have a survival SCT. And it's super early in the morning. I know, it's like 6 a.m. It's crazy. And the place is like...A lot farther away. I know. Hopefully we can wake up though. I don't think I'm even wondering we're gonna sleep. Oh, you're not gonna sleep? Yeah. I'm gonna stay awake. Alright. Bye. Okay, see you later. Yeah.よし。アナトミーの授業が終わったので、次の授業まで勉強したいと思います。細胞生物学のテストということで細胞の中の細かい構造だとか、そういったところを詳しく勉強しているんですけど、今回のテストは、今までの10回のレクチャーの内容が問われます。まあそれぞれのスライド各30から40ページぐらいあるのかな、なのでスライドで言うと400枚ぐらいの、スライドの量になるんですけど、まあこれまでコツコツと一応勉強してきたので、まあ、ある程度中身入っているのでもう残りは、あと3日間詰める作業になります。数的に学習する際に、自分がとても大事にしているのが、まあ、もう覚えられているところはそこまで時間をかけなくてもいいですよね。なのでまあ自分がまだ定着してないところをいかに効率よく反復できるかっていうところだと思ってます。なので自分がもう最後の本当にもう詰め込みの時によくやってる方法が、今までスライドを復習する際にまだ覚えられてないスライドとかまだ覚えられてないところだけをスクリーンショット撮って、それをまた別のノートに貼り付けるっていう作業をしてきて、まあそうすることによってまだ覚えられてないところだけをまとめたノートを作成してます。でそうすることによって本当に最後の復習する際はその覚えられてないノートだけをやれば、まあ効率的に全体を詰められるのでといった形でやってます。実際にどんな感じか、お見せすると、こんな感じですね。こんな感じでもうスライドをひたすらこう貼っていって、でまだ覚えられてないところだけを、こうやって緑で、ハイライトしてる感じになります。なので、ここを中心に、残り3日間詰めていけば、まあ、全体的に仕上がるかなっていう感じですね。はい、ということで次の順までこの作業をやっていきたいと思います。もう少しで、次の授業が始まるので、移動したいと思います。次はセルバイオロジーのセミナーなんですけど、クイズがあるので、ちょっと早めに移動して、少しクイズの準備します。基本的に、まあ、毎週3つぐらいクイズあるんで本当に気抜けないんですけど、頑張りたいと思います。Hey guys. studying for survival. you do, you know. This is the last one. Last one is acting film. Yeah. But here it says it is Catherine Banks. Yeah, so that's why it's wrong. Right? So it's the fourth one is wrong. The third one was correct. So there's only one correct. Only one correct answer. You're making things too complicated. Well, I did. I tried. You try your best, huh? I tried. How many hours did you study it?Like 6 hours. Okay, that's good. For what? After I go home, like 6 hours. Did you actually listen to what I said? For what?
memorizing keywords. Yes, yes. You actually you tried. I sat down for 6 hours. And did you memorize? So because it didn't go into my head. I didn't enter the zone. I was going to tell you today, I forgot everything. Did you? Everything is just gone. It's so long, right? Like, it's so long. We finished the third bio. Like, do you have food? No. Right? I'm so hungry. Like, it's already, what, like 1:45? It's 1. Right? It's 1:45. And then, well, it starts at 2, right? It starts at 2 and then it ends at around. Then we eat something? Nope. Yeah. We don't have time. My gosh. I can't do that. Okay. Just弁当を、もっと炊き込んでから行きたいと思います。ちょっと5分で食べます。先生運が良かったわ。あの人めっちゃ分かりやすかったね。でもちょっとなんかキーワードの後にあんなちょっとなんかよく分からん。そうそう、新しいセオリー入れないでほしいよね。急に今日はなんていうのこれ、わかんねえ。ひき肉とキャベツの炒め物です。じゃあご飯食べます。テストらしい。頑張ります。頑張りません。頑張ります。いや頑張ろう。Let's go! Got a boy! Good job, bro! Mohab, how do you feel about the sale by your test? Amazing, amazing! Of course, bro! It's gonna be good. It's gonna be easy. Okay, I can't keep the sarcastic energy. Yeah, you know it's... Yeah, you're just being sarcastic. Yeah, of course. Of course. Yep. Of course. So, your plan for weekend? Study, sleep. That's basically our life. Yeah. It really is. ストロジーの授業が終わりました。なので今から、ラーニングセンターに移動して、夜まで学校で勉強したいと思います。よし、じゃあ頑張ります。また午前中と同じように上で勉強したいと思います。このお昼後の、授業も終わって、ちょっと眠気が多分襲ってくる時間帯だと思うので、それを乗り越えるまで立って眠気に負けないように勉強していきたいと思います。よし。ということで、今からセルバイオロジーのテスト対策をしていきたいと思うんですけど、結構デブレッセン大学でよくあるのが、キーワードとかミニマルって言って、教科ごとにこれは絶対に覚えてねって言ったようなワードのリストとかが配られたり、してます。セルバイオロジーの場合は、こんな感じでですね、それぞれ一個一個のディフィニションがこんぐらいの長さなんですけど、こんな感じのキーワードを全部で100個ぐらい丸暗記してないといけません。ということで、これを覚えていきたいと思うんですけど、今まで学期中、コツコツと暗記っていうアプリ使ってコツコツ周回してたので、ある程度は覚えてるんですけど、ちょっと知識の抜けてる部分をちゃんと潰すために、もう一回ちゃんとリスト全部1からやって、それでちょっとまだ覚えきれてないやつだけハイライトしながら、またそれで週末かけて周回していくっていう感じでやろうと思います。頑張ります。はい、ちょっと1時間ぐらい、集中してやってたんですけど、ちょっと集中も途切れてきたので、気分転換があったらにちょっとカフェインをゲットしに行こうと思います。下に軽いカフェテリアみたいなのがあるので、ちょっとそこで、コーヒーをゲットして夜までもうワンプッシュ頑張りたいと思います。 So yeah, can I have a cappuccino? I can get the discount, right? Yeah, anything that's for you? No, that's it. Alright, would you like to pay by cash or card? Card. Alright. Listen, man.自分のタンブラーを持ってくると半額でコーヒーがゲットできます。結構いいですよね。375フォリントなので、カプチーノがだいたい150円くらいですかね。結構いいと思います。ちょっと気分転換に場所を変えました。いやちょっとね、めちゃめちゃ量が多くて、本当大変なんですけど、覚えられるかな。まだ土日もあるんで、あまり焦らずに、人とちゃんと覚えていこうと思います。じゃあそれでは頑張ります。よし、僕は7時半ですね。予定とかまで来たので、一旦帰ってから、食べたいと思います。よし、チェックポップ。
やっぱちょっと金曜日の夜ってのはね、ちょっと気緩みがちなんですけど、ちょっと夜、寝るまでしっかりと、頑張って勉強を続けたいと思います。ただいま。いやー、帰ってきた。いや、疲れましたね。今日は3クラスやって、朝から夜まで、学校で勉強してたので疲れましたね。ということで、今から残りも温めて、ご飯食べたいと思います。よし、はい、ということで、今日は作り置きしたナポリタンを食べたいと思います。いただきます。うまっ。ごちそうさまでした。よし、じゃあ夜の勉強、頑張ります。ちなみにこんな感じで、ちょっと今学期はできるだけ全部自炊で、行こうというふうに、頑張ってます。 YouTube とかで調べて、いろんな料理ちょっと挑戦してます。まあ、やっぱちょっと食材がね、やっぱちょっと日本と比べると限られるんで、ちょっとそこはちょっと微妙っちゃ微妙なんですけど、まあ、意外と頑張ればいろいろ海外でも日本食食べれるということに、気づきました。はい、ということで、夜ご飯、はい、食べたので買い物して勉強頑張ります。よし、ありがとう。はい、ということで今時刻は8時20分です。ここから、夜の勉強頑張ります。今日ずっと細胞生物学系分子レバイオロジーテスト解析してたので、まあ、月曜日にテストあるんで、まあ、それは全然いいんですけど、その次の木曜日にもハンガリー語の中間テストがあって、その対策もちょっとずつやらないといけないので、気分転換も兼ねて、まずはハンガリー語の勉強から、やりたいと思います。でその後、もう一回セルバイオロジーに移ります。ということで今日の勉強頑張ります。はい、ハンガリー語1時間ぐらい切り替えとこまでやりました。いや、ハンガリー語ね、マジで難しいんですよ。ハンガリー語って、まあ、それこそ本当に日本語みたいな感じで、まあ、学ぶのが最も難しい言語の一つって言われてて、やっぱ英語って小さい頃から、まあ、ある程度みんな触れてると思うので、まあ、よく聞いたりするじゃないですか。だから、まあ、学ぶのに割と取っかかりやすい言語なのかなって思うんですけど、ハンガリー語に関してはね、本当に、もう、何の関連性もないというか、ここ聞いても全く意味想像つかないんですよ。まあ、例えば、まあ、今やってたので言うと、street だったら、エゲネシ。で、カーリーだったらフラモシみたいな感じで、全然初見で全く分かんないんですよね。なのでちょっと、まあ、学ぶのが結構難しくて、まあでもせっかくハンガリーで6年もいるので、まあある程度できるようになりたいなっていうふうには思ってるんですけど、ハンガリー語って、まあ、どうしてもやっぱ優先度低くなっちゃうので、食べれないまま卒業する人もまあ多いと思うんですよね、実際は。まあなんですけど、病院の実習とかもやっぱりハンガリー語を喋れた方が学べることも多いのかなと思ったりするし、まあ、せっかく6年間いるんで、まあ、少しでもできるようになりたいなっていうふうに、思っているところです。まあ、ハンガリー学部って結構すごいユニークな道だと思うんですけど、まあ、こういったハンガリー語っていう、まあ、英語に加えて、まあ、もう一言語を学べるっていうのは、まあ、一つの魅力なのかなとも、思ったりしてます。やっぱ医学部の大変なのが、まあ、いっぱい教科ある中で、まあ、ちょくちょくやっぱいろんな教科 のテストとか入ってくるんですけど、まあ、そのテストやってる間も他の教科はもう普通にいつも通り進んでるので、もうそのテストがある時にテストに全部集中しちゃうと、まあ、他の教科どんどん遅れちゃって、まあ、追いつけなくなっちゃうんでね、そこがちょっと結構大変で、ペース配分しっかりしないといけないんですけど、まあ、なのでちょっとこの週末はセルバイオロジー中心にはなるんですけど、まあ、特にアナトミーとか重い教科はちょっとね、少しでも、手つけながら、進んでいきたいなというふうに思ってます。で今から、ちょっとやっぱアウトプットの量を増やしたいので、授業内でやってる練習問題とかそういったものを使いながらアウトプットを中心に最後は頑張りたいと思います。よし、じゃあ頑張ります。終わった、疲れた。あー、終わった。はい、ということで、時刻は12時です。やりたいところまで来たので、今日はこれで、終わりにしようと思います。よく頑張りました。よし、まあ、ちなみにですね、自分は日々のスケジュールをこうやって手帳で単位で、管理しているようにしてます。やっぱりこの医学部 の生活乗り越えるためには、やっぱ本当にスケジューリングとプランニングが本当に一番大事なので、こういった感じでちゃんと1分1分、目的感を過ごすようにしてます。
まあ、しあさって試験ということで、まあ、試験前の医学部生大体こんな感じだと思うんですけど、ハンガリー医学部の様子が、少しでも伝わってればいいなと思います。ということで、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。あとインスタグラムも始めました。YouTube とかで上げきれない日常とかも、発信していこうと思っているので、よかったらぜひ、フォローお願いします。じゃあそれでは I'll see you in the next video. Bye. あ、なんだ。